コキッチンのクリスマスメニューは手軽に作ることができるイタリアンのメニューです。前菜はブッラータというイタリアでは幻のチーズと言われているものですが、日本で手軽に買うことができる商品を見つけましたので、それを使った簡単な前菜です。2番目のシーフードリゾットは魚介の旨味を魚介コンソメなどを使わずにアサリとカニで取ります。発酵調味料も使い、エビやタコをプリッとした状態で仕上げる方法と、毎度ながらリゾットを作るコツをお伝えしています。3番目のお皿はローストビーフですが、クリスマス以外のお正月や来客の時にも活用できるメニューです。こちらも発酵調味料を使ってお肉を柔らかくし、とても簡単な調理方法で仕上げます。もちろん塩コショウでもできます。ポルチーニの香りとマッシュルームを入れたミルクのソースはとてもあっさりとした仕上がりです。最後のドルチェはバスクチーズケーキで今年流行ったもの、材料を混ぜて焼く失敗のないケーキです。こちらにご参加くださった方にはフォローメールでアレンジの方法や冬に取るべき食材としての効能などをお伝えいたします。残り物の活用方法も追記いたします。外食が増えるこの時期に腸内環境も整える調味料を使い、でもお酒も進む優しい家庭のイタリアンです。健康に新しい一年をお迎えください。遠方の方、ご参加できなかった方にもココキッチンのレッスンを味わっていただけるような試みです。ぜひご参加お待ちしています。